花嫁さんガチャ、ぜひこれ。それでは今回なんですけども、徹底比較、楽天カード、楽天ペイ、楽天 AD のポイント還元率が高いのはということで、今回は楽天もサービスが今とても充実している中で、よくこの3つのサービスってよく耳にすると思うんですよね。それで、この中で、どれがポイントの還元率が高いかっていうところを見ていきたいなと思います。その前にということなんですが、今回の比較に関しては、2つ先にお伝えしたいことがあります。1つ目、楽天は今このキャンペーンがあるので、こっちの方が還元率がいいという意見もあるかもしれないんですけども、今回は特にキャンペーンもない状態、通常時どれが還元率が高いのかっていうのをお伝えします。そして2つ目というのは、今回は楽天市場での買い物ではなくて、まあ、コンビニなどリアルな店舗でのお支払いでどれぐらいの還元率かっていうのをお伝えします。まずは楽天カードなんですけど、いわゆるまあクレジットカードですね。まあ、こちらは100円につき1ポイント貯まります。なのでポイントの還元率が 1% ですね。で、この楽天カードに関しては、通常の楽天カード、そしてゴールドカード、そしてプレミアムカードなどの種類があるんですが、一応どれも還元率は同じです。次に楽天エディ。まあ、いわゆるスイカやナナコみたいなチャージタイプで使うものですね。普段の使い方は、まあ、アプリやカードを、まあ、店頭の端末で支払いができるサービスになってるんですけども、この楽天エディの還元率は200円につき1ポイントで、還元率が 0.5% となっております。で、この楽天カードからチャージする場合は、そのポイント、いわゆる 0.5% 相当も貯まって、還元率は合計で 1% にはなるんですけども、楽天エディは支払い額が200円単位でしかポイントがつかないってことが、まあちょっと引っかかるところではあります。まあそれよりかは楽天カードで直接支払って100円ごとの1ポイントをもらう方がいいのかもしれません。そして最後に楽天ペイ、スマートフォン使ってのコード決済サービスですね。事前にクレジットカードと紐付けしてお店で支払う場合は200円につき1ポイント。そして 0.5% 相当のポイントが貯まると。で、これが紐付けするクレジットカードが楽天カードの場合っていうのは、さらに100円につき1ポイント貯まるので、合計 1.5% 入るようになります。今回の内容をまとめると、楽天カードが100円で1ポイント、1% の還元率。そして、楽天 AD が200円で1ポイント、0.5% の還元率。そして楽天ペイが200円で1ポイントの1ポイントで 0.5% の還元率なんですが、まあ先ほどお伝えしたように、楽天ペイを楽天カードと紐付けすることによって合計で 1.5% のポイントが貯まるということなので、もし今後楽天グループで支払う機会があるということであれば、この楽天ペイの方法の方がまあいいのかもしれませんね。そしてまあ先ほども伝えたように、まあキャンペーンなどによって還元率が左右されることもあるかもしれないので、そこだけ気をつけてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。楽天カード、楽天エディ、そして楽天ペイについてお伝えをさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。